こんにちは、ナチュラルファーム園の品川です。前回のブドウのお世話の投稿から25日が経ちました。ご覧のようにとても大きくなっています。その間も日々お世話は続けておりますが、先日ジベレリン処理の1回目が終わり、改めて今日お世話の仕方をまとめてみたいと思います。ではこちらにお願いします。まずこの端っこです。端っこはもうここで終わりですので、脇芽を出します。脇芽が1枚ずつ出るように今調整しています。ここは、たくさん出てしまっていますので取ります。でこれをご覧ください。こちらはブドウの実、ブドウの赤ちゃんですね。ブドウの赤ちゃんになるものが今の季節にもまだ出てきています。これはブドウの木が元気だという証拠でもあるんですけれども、今からもちろんブドウにするわけにもいかないので切り落とします。ここの脇芽から、ここですね、この脇芽から出てくる葉っぱを1枚にします。これです。これが1回目のジベレリン処理が終わったベリーエイです。ちょっぴり大きくなってきています。そしてこのように伸びてきております。先の無駄なところはきれいに整理します。ここですね。ここでこれをご注目ください。これはビニタイという商品で、これで固定しますと左右のブレが少なくなって安定しやすいです。でも今日は取り外してテープナーに変えます。そしてこのテープナー1個だとやっぱ動いちゃうんですね。それをきっちり止めるというか、ある程度ちゃんと止めるためにここの部分も止めます。これはちょっとした裏技なんですけれども、2箇所止めることによってブレが少なくなり安定していきます。脇芽もこのように伸びています。以前のお世話の動画ではこういう脇芽は全部取っていました。それはなぜかというと、こう伸ばしていくためなんですね。そしてだいぶ伸びてきて、ジベレリン処理の1回目が終わった後は脇芽から出てくる葉っぱもしっかり残します。なぜかというと、葉っぱの量を増やして光合成を盛んにし、ブドウの実に栄養を供給するためです。ヒゲは全部取ります。こちらも今1枚ですね。また先日これはお世話をして1枚にしてるんですけども、横が出てきてます。もうちょっとしたら取らないといけないですね。そしてここです。見えますか？脇芽が2枚出てきてます。ここの脇から出てくる葉っぱの枚数は1枚がいい、2枚がいい、いやいやもっとが多い方がいいだろうとか、いろんな考え方があるんですけれども、当園では1枚残すようにしています。これはヒゲの切った後の残りですね。これも切り取ります。栄養の無駄になりますので、ヒゲは常にこまめに取りましょう。で、上の部分も誘引していきます。
これは実がなっている枝ですね。より丁寧にやりましょう。脇芽です。数日前のお世話で切っていますので1枚だけです。ここはまた出てきてますので1枚残して切ります。これですね。この脇も出てくるのが全くこの先端部分と同じものが出るんですね。小さいながらもヒゲも出てきてます。これも1枚にします。そして先端のヒゲは必ず全部取りましょう。こんな長く伸びてます。そして今太陽光がこちらからこう来てるわけなんですけども、今14時です。なるべく太陽の光が当たりやすいように葉っぱを向けて誘引するようにしてあげてください。ここが脇芽です。1枚にします。まだこのぐらいのサイズの場合は切らないで数日待ちます。そしてヒゲは必ず全部落とします。さてこの横です。横のところはちょっと拡大でお見せいたします。この部分が去年まであったところです。そしてこのように伸ばしていって、もうここで終わりですので、先端を切断して成長を止めて、かつこの横が脇芽が出てきてますので、たくさん枚数出てますね。これも1枚、葉っぱを1枚これです。残して残りは取ります。ここもそうです。このように葉っぱを落とすことにより、1枚ずつの葉に光が当たるように、葉っぱの枚数がいくら多くなっても光が当たらなければ意味がありません。光が当たるように調整をしながら葉っぱを枚数調整していくようにしましょう。以上です。